どうもこんにちは、ザッキーです。本日は星野選手の配球動画やっていきます。サムネがこんな感じになってますが、こちら特能の超対左打者、これがめちゃくちゃ強いんですよ。効果としては対左打者ミパ中ダウンということなんですが、おそらくですがこれミパ8ずつ下げてくれるんですよね。山本由伸選手の対強打者はミパマイナス7ずつなので、それより下げ幅は大きくなります。さらに残り2つの特能もミートを下げる特能ということで、まあ、何試合かやり検証したところ、合計でミートマイナス17のパワーマイナス8下げることが分かりました。球種的には正直厳しい部分もありますが、モサの方、左信者の方圧倒的に多いので、今回ね、対左打者への配球をメインに使えそうな配球をランク戦いきながら解説していきます。以上の動画、配球動画をメインで上げているチャンネルです。少しでも参考になったよという方、最後にぜひチャンネル登録と高評価並びに、個別配球相談ができるメンバーシップの登録も同じく概要欄からぜひお願いいたします。それではどうぞ。はい、それではやっていきます。お相手4割3分2厘の方ですね。まずはアウトローへのスライダーですね。このようにキワキワに入れた後にですね、今度は横に外れるようにであったり、はたまた下に外れるように投げると、同じ外スラでも変化をつけられるので有効的です。続いてのバッターですね。スライダーが来そうなコースからシュート、超高速の方が有効的ですが、まあ、投げるなら1試合に1回くらいかなっていう感じです。高梨選手のツーシームのように球速が速くないので、長径と合わせて1回だけっていう感じですね。右バッター映ってますね。流すか引っ張るか迷うラインからのスライダーと、流すか引っ張るか迷うラインへのスライダーですね。対右は基本今のところの攻めになってきますね。2イニング目移ります。初球はアウトローへのカーブですね。このカーブはストライクでもボールでもいけるかなと思います。先ほどの1イニング目1打席目のようにスライダーを外して、もう少し視点が外寄りになったところからカーブをギリギリストライクに入れる。逆にこのようにスライダーを入れて、このカーブを下に外すというように、スライダーと組み合わせてストライクボールの投げ分けをしていくと、相手を翻弄できるかなと思います。そして次の村上選手の能力幅見てください。対左打者だけでミパマイナス8下げれてますよね。この下げ幅はやっぱり大きいですよね。ここは同じ配球になっております。そして対右のアウトローのスクリュー、中途半端なとこ強いかなと思って投げてみたんですが、元々の球速がないのと縦系のボールがないので、これは投げない方がいいですね。対右に対してはこのようなシンプルな攻めのがいいと思います。続いて2試合目ですね。対左に対してはこのようなインハイのスクリューも使っていけるかなと思います。ギリ横に曲がるラインに投げてボール球にって感じですね。また対左のスライダーに関しては、対右の時同様に今のように流すか引っ張るか迷うラインに向けてスライダーであったり、シュートやストレートなど考えられるコースからのスライダーもいいと思います。コース的にそれらのボールを予感しているがゆえ、思いっきり引っ張りファールになっていたのがわかるかなと思います。ここまでがまあ主な配球になってきます。今シュート投げてるところからストレートとかもいいかなと思ったんですが、やっぱりね、球速が140キロなく球威もいいなので、どうしてもやっぱり厳しい側面があるかなと思います。配球の幅はどうしても少なくなってきてしまう投手ですが、一番のメインの球種であるスライダーをコースを変えながらゾーンに入れたり外したりするのがやはり重要かなと思います。